ラトビア大学は、ラトビア共和国の首都リガにある、ラトビア最古かつ、最大の大学である。13の学部に、約2万3300名の学生が学んでいる。ラトビア大学の起源は、1862年に、設立されたリガリ工科学校まで遡る。1869年に、同学校は、建築専門学校となった。リガリ工科学校はラトビアにおける、 アール・ヌーボーの発展に際立って重要な役割を果たした。現在でもリガ市内の建造物の約40%はこのスタイルによるものである。当時、ロシア帝国による先制政治はその影響下にあったラトビアにも広がり、1896年、同校の名称がロシア化された。同校は国籍等による入学制限を設けていなかったので、学生は ラトビア人、ロシア人、エストニア人、ポーランド人、ドイツ人のほか、多くのユダヤ人も在籍し、多岐にわたっていた。ラトビア外からの学生たちは、出自を同じくするもので学生組合を組織するなどして、自治の意識も高かった。1915年までには、およそ1万千の動向に学ぶロシア帝国内の様々な 異なった民族グループの代表が出揃ったと言われている。リガリ高科学校が開校した当初、講義はドイツ語で行われていたが、後年、ロシア帝国の政策としてロシア語が講義用言語となった。第一次世界大戦後の1919 19年、ラトビアが独立を勝ち取ったことに講をし、同年9月28日、同校はラトビア高等学校に改組され、 講義もラトビア語で行われるようになった。ラトビア大学は、同日を自学の公式な発足日と定めている。1923年、ラトビア国会は大学に関する学則修正案を可決し、同高等学校は、ラトビア大学と解消した。第二次世界大戦中にラトビアは、ソビエト連邦に併合され、ラトビア大学も1940年初めに、 自治権を奪われるとともに学則を無効化された。さらに、同大学は、ラトビア州大学と解消された。また、1958年からは、ソビエトラトビア政府初代首相、ペトリススツカにちなんで、ペトリススツカ大学と改名された。1990年に、ラトビアが国家の独立を回復した後、同大学の名称は再び、ラトビア大学に戻された。 1991年5月15日、ラトビア大学の進学則が起草確認され、同年9月18日には、最マにより承認された。同大学には2008年現在、23,278名の学生が在籍している。ラトビア大学本館1866年から1869年にかけて建造されたラトビア大学の本館は、建築家。 グスタフ・フェルディナンド・アレクサンダー・ヒルビッヒの設計によるものである。この建物は、雪中主義様式の設計で、ロマネスク様式の要素を含んでいる。正面玄関は、9バルト沿岸三国の紋章と、9つの教えのアレゴリー的象徴を刻んだ白目製のレリーフで装飾されている。ラトビア大学の本館正面入り口は、三翼の階段を有する。 両脇の2億の階段は誰でも利用できるが、中央の階段は、同大学の教員と同僧生のみが使うことができる、習わしになっている。ラトビア大学は13の学部を有する。また、各学部と連携する、研究所、施設を設置しているほか、法科大学院も併設する。部局研究所自然科学研究所学部付属施設、ありがとうございます。